ねレクチャーしてるのかな、ね、こういったものだよな。こんにちは、この前、初日でもありました。元気そうですね。元気です、まだ、まだ元気、なんとか、特に大丈夫ですか、妨害とかその他。あ、そういうのは今ないですね。最初だけだったんですね、はい、じゃあもう何日目ですか、こうなんかテント張って6日目、6日目、大丈夫だったんですか、これ、敷地は経産省で、ここのコードに、コードのこと、よく書いてありますから、出現か、大丈夫、妨害なし、大丈夫というか、まだ今、交渉中というか、均衡状態、夜も止まってんの、止まってます、始めたきっかけは何ですか、始めたきっかけは何ですか、まあ、いずれにしろ、その向こうで、人間の鎖をここでやってたんで、うん、それを、続きをやろうというのと、あこで若者たちが反省やってるんで、それにこうしてというか、でまあ要はここでこれ国有地ですから、もともとね経産省の中で、原発行政が非常に密接に行われてるけしからんわけで、まあそういう意味ではこれをね国に開けと、そういう意味で我々はここで監視をしながら原発の今後のですね、を開いていく。とりわけ、まあ、これから再稼働やね、の動きをね、まあ、要するに国民の目に見えないところでやることは許さないということでですね、そういう主張をしていくというか、でここを一つの、まあ、原発の動きが見えるような広場にするというか、そういうことですね。いつまでやるんですか？一応ですね、ここ向こうに50日間の稼いという要求をしているわけですよ。交渉中なんですけどね、やっぱりこのね経産省の前で経産省を監視しながら原発に関する国民の意見がですねより近いところで反映できるように、より直接的な形で反映できるようにですね、我々としてはやっぱりやりたいということですね。向こうはテントも何もねえから